はい、えー。皆さんお疲れ様です。こんにちは。えっと、今日は昨日の、えー、7月24日の、えっと、ハーレークインリベンジ、えー、バックアクセサリーですね。プレゼント企画いたしました。えっと、応募ありがとうございました。15名の方かな。応募してくれて、で、なんか独断で決めますみたいな話してたんですけど、やっぱり決めれない。<laughs> 申し訳ないね。 いや、もうね、みんなあげたいんだよ。本当にね、いろんなコメントいただいてありがとうございます。で、えっと、勝手ながら番号を振りました。もうルーレットで決めます。抽選で。本当すいませんね。独断で、ね、真ん中っことかね、もう昔から来てくれててね、もう本当に、いや、あげたいなとかね、赤羽くんもね、なんかツイッターで DM くれたりとかでね、いや、あげたいなとかね。<laughs> キリりがないんですよ。 で、あの、新しい方々もね、ありがとうございます。応募してくれて。でね、もう当たってほしいなとか、いろいろ、いろいろ、ね、もう出ちゃうんで、僕は。で、結局、独断で決めるって言ったんですけど、えー、ルーレットアプリ使って抽選にしたいと思います。で、朝早くからね、あのー、コメントのこの返信で1位とか、順番に振っちゃったんですけど、この、コメントのね、新しい順にして、なんで、早い順か。早い順に1、2、3、4、 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。で、僕締め切って15人分。まあ、きっと、えわらわらさん、マグロさんは、うん、参加じゃないかなと。<laughs> 勝手にここはもう独断です。思いまして。まあ、だってもね、多分子供たちにあげるかなとか思って、 で入れようかなと思ったんですけど、うん、まあ、参加しないのかなとか思いつつ、えー、外しちゃいました。本当はね、参加したかったですと言ってたらすいません。<laughs> 他の人たちにあげてくださいっていう優しいお言葉がね、いただけそうな気がしたので、やめちゃいました。なので、えー、っと、勝手ながらね、番号振ったので、その番号で、えー、ルーレット回して抽選していきたいと思います。はい。えー、ということで、このルーレットアプリを使って、 抽選していきたいと思います。ちゃんと15あるよね。15あるね。ケーオッケー。1から15まで。えー、もう完全ランダムです。あのー、ごめんなさい。あの、独断で決めれませんでした。結局、優柔不断なんですよね。ということで、もう早速回していきたいと思います。えー、ハーレークイーンリベンジ、プレゼントします。ということで、いきたいと思います。ルーレット、スタートさあ、何番止まる何番止まる何番が誰って覚えてないけど。 何2番 !2 番 !2 番だれ ?2 番は1、2、あ、赤間くんかな ?2 番。2番だね。おめでとうございます。じゃあもうこれちょっと返信しとこうね。おめでとうございますと。ここで結果を <laughs> もう伝えちゃうという <laughs>。はい、えー、ということで。 えー、赤羽くんに決まりました。えー、2番。ということで、赤羽くんでした。えー、たくさんのね、応募ありがとうございました。15名さんね、本当にすいません。えー、もっとね、景品を用意できれば、えー、よかったんですけど、またね、えー、準備できるように頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。えー、はい、えー、すいません。えー、ここでですが、僕のチャンネル登録者数が900人を超えたということで、本当にありがとうございます。あのー、 長いことね、YouTube やってきて、まあ親子で、フォートナイトで遊んだり、まあこうやって、まあ、固定の動画になってますけど、夫婦で撮影したりとか、えー、僕個人でね、いろんなゲームやったり、麻雀フォートナイト、もう他のゲームやったり、もう本当に多趣味というか、いろんなことをやってきた。 バラバラなチャンネルですけど、本当にね、ここまで支えてくれて皆様ありがとうございます。ということで、もう900人突破しまして、1000人まで、カウントダウンとしては早いですけど、残りね、100人切ったということで、これからもね、頑張っていきますので、応援の方よろしくお願いいたします。えー、合わせて900人イベントを何か、 えー、やろうかなとも思ってますので、えー、もうすぐお盆休みもあるし、僕、みんなね、もう子供たちは夏休みかな、学生さん入ってると思うんで、夏休みだし、なんかやりたいなっていうのを考えてますんで、また動画で発表するかもしんないし、えー、ライブ配信で何か喋るかもしんないし、ちょっといろいろ考えてるので、少々お待ちください。はい。えー、なので、えー、メインの今、フォートナイト、 ファイトクラブ、えー、どちらもなんかやりたいなと思ってますので、景品出る出ない、ちょっとわかんないですけど、<laughs> そうですね。で、また1000人超えて、まあいろいろ、また、なんか準備できればまたやりたいし、はい。なんで、いろいろ考えておりますので、またお付き合いよろしくお願いします。皆さんのおかげでここまでやれております。本当にね、毎日楽しく過ごせております。ありがとうございます。 ツイッターの方もね、絡んでくださり、ありがとうございます。最近は TikTok も始めて、TikTok の方もね、かなりの方々にフォローされて、本当に嬉しいです。なので、これからね、またいろんなことをやりますけど、皆さんお付き合いください。よろしくお願いします。ということで、今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。もしよかったらチャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。これからも皆様よろしくお願いします。ではでは、失礼します。